待って、おかしいよ。私の技は何十、何百、何千と繰り返して、調整したものだよ。それがこの局面でここまで不具合が起きる。もし私の不調じゃなくて、デッカちゃんの能力でなら、リクエスト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 は私の方が上だ。この状況を変えるにはデッカちゃんの情報が必要。だけど私がそれを得てよって定する手段は、空間支配なら空間の状況を把握できる。それで物質操作もできる。そっか、そこからデッカちゃんの能力に干渉して私が支配してしまえば、不可能じゃない？今はそれだけで十分だ。やってみよう。瞬間的な時止め、それで私が時を止めたと認知する前に、ハクちゃんのあの目がなくなったあたりから最初から発動していた幸運支配がうまく作動しだした。あの目を使わせたのはこっちにも大きかった。でも私もそろそろオーラが限界、恩恵かの支配を使う余裕もなくなってきてるし、想定もきつい。幸運はこの実力差を埋めるために必須、絶対に解除できない。使うか、浸水霊。浸水霊発動時、傷が治る。オーラ量はほぼなし。だから使用時間は数十秒。もう決着の時よ。決めましょう。この先、未来を決めるため、私の願う幸せを勝ち取るために、仲間も、運も、努力も、力も、私の持てる全てを出し切る。悔いを残さないために。神格解放、浸水霊。あれか。デッカちゃんの神格解放。みんな、頑張ってくれた、仲悪いけど最後に力を貸して。神格解放。あれは私も初めて見たよ。これは、世界そのもの。ミールと同系統の力です。ミールちゃんって確か、ご主人のミガドルエデンそのものです。ミガドルエデンに存在する全ての力をミールは扱う。世界の住人、世界の強さがそのまま支配者の力となる。デッカちゃんのあの力は、それと同じです。ここまでの想定、いやこれはもはや想像の領域、これは、すごく綺麗だね。だけど、オーラ量は変わってない、従属は全滅してるからか。できるのはせいぜい従属の能力をノーロスで扱えることくらいか。でもデッカお姉ちゃんもここまででかなりオーラを使ってるはずよね。そんな余裕あるかしら。ないよ、それにあの姿になっているだけでもきついはずだ。多分もう最後の一撃に備えてるんだと思う。このまま戦っても白に致命傷は与えられない。ならまだ少し余裕がある今、決着をつけに行ったってことだと思う。デッカお姉ちゃん、白。見届けよう、この結末を。俺がしっかりと。チャンスは一撃、それを完璧なタイミングで撃つ。それができなければ私の負け。親切。この技は敵のおかげでわかってるわ。混沌支配で勢いを断ち切る。この技はリアの時に対策したわよ。そう。強力と捕獲のおかげでもう斬撃では私は切れない。私の仲間が見せてくれた情報、1ミリだって無駄になんかならない。故郷にもらった力だって最大限に活用してみせる。いけいえ。どうしたの？疲れで速度が落ちてるんじゃない？ダメだ、時空も混沌も通用しない。自然は敵様の持ってただけに馴染みがあると考えると、それに私の極有眼がなくなったせいで、デッカちゃんのカボや恩恵、能力に不具合を起こせなくなった。そうか、少しでも不具合を起こさせればいいんだ。今のデッカちゃんはいろんな恩恵を身にまとっている。この状態で戦ってたら私が負けるに決まってる。やっぱりデッカちゃんにより早く能力に干渉して抑制しないと、それができなければ私の負けだ。私だってデッカちゃんの技、お見通しだよ。はく、見慣れない動きをしてるわね。もしかしてこの土壇場で初の試みをするつもりで。ハクが何をやろうとしてるかわからない。でもきっとあの現実的なハクがそこまでするのならできると確信してるはず。さすがハクちゃん、こんなに疲弊してても攻撃の手を緩めない。相当鍛え上げてきたのね。すごい体力と精神力だわ。後ろに瞬間移動、時空というくらいだからそれは予想してたわ。ハクちゃんも間違いなくオーラが限界値のはず。ここは我慢よ。乱せ、混沌ではなく、空間支配で乱せ。私がこの空間ごと支配しろ。何もしてこない。何を狙って。まさか。私の情報を奪おうと、想定支配、共鳴支配、恩恵株支配。まずい、早く決着を決めないと今度は私が不利になる。幸運支配。これか。空間支配で。止める。くそ。幸運支配の精霊を持っていかれたら最後の一撃の成功率に関わるかもしれない。可能性は 1% でも下げるわけにはいかない。この一瞬で、この試合の決着まで動いた。まず最初に動いたのは、ハクだった。欲は出すな。ここは今現状営業のある幸運支配だけ狙う。空
間支配、幸運支配制御。能力による影響を例に。成功、やっぱり月下ちゃんの体に直接触れれば確率が高いと思ったよ。ここが決め手だ。そんな決着をつけに来た、私もここで決める。対策されているとはいえ、私の決め手はこれしかない。管理団。ありがとう、プルート、アイレ、あなたたちのおかげで。最高の戦況が整ったわ。この一撃に私の全てを込める。何だ、避けきれない、受け切るしか。空間支配。完璧よ。みんな、これで、私は、全速進。わ、おはよう月下、安静にしてなよ。緊急用でミエルが最低限のオーラを入れてるだけで今、ひどい状態だから。あと、ここは、大会会場の病室だよ。本当、すごかったよ月下。もう最後の最後まで形勢が何度も逆転するから全然わからなかった。でも月下と白があそこまで、頑張る姿を見てさ。俺、すごく感動したんだ。互いに譲れない思いを抱えた全力の戦い、俺はその覚悟を見たんだって。私だけじゃどうにもできなかった。みんなが力を貸してくれて、私に期待を抱いてくれて、応援してくれて。だから最後まで、戦えたんだよ。ねえ、パト、私はどうだった？かっこよかったよ。そして綺麗だった。本当俺に好意を向けてくれてるのがもったいないくらいだ。ありがとう。結果、この大会が終わったら俺と。そういえば試合の結果はどうだったの？え？確か大会の中継、このテレビでも見れたよね。次はバハートちゃんの試合だし、見ていようかな。おい、やめ。さあ、残り数分で2回戦第3試合バハート選手対カナ選手の試合が始まります。第2試合は最後の最後まで本当に決着がわからない戦いでした。続く第3試合もどのような試合になるか想像がつきません。嘘。私、負けたの。ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでくれましたか？くれましたか？気に入ってくれた人はチャンネル登録してね。してくれたら嬉しいな。私はもうしてるわ。次も気になりますしね。過去の動画は再生リストで確認できますよ。しっかりまとまってるから見たい動画がすぐに見つかります。それはぜひ見ないとね。見てねー。次の動画までお別れですね。また次の動画で会いましょう。約束ですよ。それじゃあ次回もお楽しみにー。